アドリア海の奥に位置するイストリア半島イストリア半島はアドリア海の奥に位置する三角形の半島である。イストリアとはイタリア語からの呼び名でクロアチア語、スロベニア語ではイストラとなる。イタリア、スロベニア、クロアチアにまたがる。イストリア半島の地図半島の西にはトリエステ湾が東側にはダルマチア式海岸に特有の島々が連なる。 イストリア半島の代表的な都市は、半島の西側の付け根にあるスロベニアのコペルである。イタリアスロベニアスロベニアの地方自治体の最高単位は死になる。カッコ内はイタリア名クロアチアカッコ内はイタリア名。軍と代表的な都市を記述する、紀元前2世紀頃ローマに征服され、東ローマ帝国、ランゴバルト王国やベネツィア共和国を経て、1815年に、 アドリア海沿岸部のベネツィア領を完全に併合することでイストリア半島全域がオーストリア帝国領土となった。キュステンラントと呼ばれる皇帝直轄領に属することとなった。これまでの歴史的過程によりイストリア半島ではイタリア人、スロベニア人、クロアチア人の混住が進んだ。ただし、皇述のイタリアの民族主義が高まる以前は北。 イタリアも含めてオーストリアの支配下にあったことで民族間の対立が起きがたかった。1861年にリソルジメントが一応の集結を見、イタリア王国が成立するとイストリア半島は他の旧ベネツヤ共和国領や南チロルと共に本来イタリア領であるべき未回収のイタリアと呼ばれ、イタリアによるイストリア半島奪回運動が始まった。 1914年に第一次世界大戦が始まると、本来三国同盟の中にあったイタリアは、オーストリアと対決することで、未回収のイタリアを回復することを望み、1915年、連合国側に立って参戦した。第一次世界大戦における、オーストリア、イタリアの主戦線は、イストリア半島西側を流れる、現イタリア、スロベニア国境地帯を流れるイ依存層側を挟んだ。 地域であった。1918年に同盟国側の崩壊により第一次世界大戦が終結するとラパロ条約によりイストリア半島の全域がイタリア王国に併合される。第二次世界大戦においてはイタリアの無条件降伏の後はドイツ軍が実質的な支配を行った。ドイツの降伏直前には北イタリア側からは連合軍が南側から ヨシップ・ブロズッチ等率いるパルチザンがイストリアの港湾都市トリエステに侵入。現在イタリア領になっている地域をイギリス軍を主体とする連合軍が現在スロベニア及びクロアチア領となっている地域をユーゴスラビア軍が占領した。ここでイタリアとユーゴスラビアとの間でトリエステの領有が問題になった。当時ユーゴスラビアは完全に ソ連側の人営と見られていたため、重要港であるトリエステを東側に譲ることは、アメリカ合衆国やイギリスにとってはありえない選択肢であった。一方ユーゴスラビア側から見れば、この地域における唯一の港湾を有していたのが、トリエステで、同時にスロベニア地域からの唯一の外海への出口でもあったため、譲れない問題であった。この問題は、 国際連合への預かりとなり、1947年現在のイタリアとスロベニア領にあたる地域が国際連合安全保障理事会管理下の非武装中立地域となった。便宜的にイギリス軍占領地域のトリエステ中心部を A 地区、ユーゴスラビア軍占領地域を B 地区と呼んだ。その後冷戦の激化の中で、両地域の経済的分断、 人的交流の分断が進行した。1952年には、アメリカ、イギリスが英地区の自治をイタリアに任せることで撤退し、国連安保理による統治は終結した。イタリアとユーゴスラビアとの領土問題は1954年のロンドン覚書により現在のイタリアとスロベニア、クロアチアの境界線を確定させ、その後1975年の王子も条約で、 イタリアが B 地区の領有を放棄することで最終的に決着した。スロベニアとクロアチアの境界線は1946年のユーゴスラビア内の各共和国及び自治州の境界線を制定した時に設定された。この境界は1991年にスロベニア、クロアチア両国がユーゴスラビアから独立して以降も存続している。ありがとうございます。